はいどうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。しょぼんです。ゼルです。大ちゃんです。はい、ということで、やってまいりました。チャンネル登録者250人突破記念、コラボ企画4人目のコラボ相手は、なんとあの有名ロブロックス YouTuber ユンチさんに、お越しいただきました。いやまさかあの有名な方とコラボできるのは嬉しいですね。ということで、今回やるのは、ズバリ逃走中です。もうコラボ用のゲームとして数々のコラボ相手の人と逃走中をやってきましたが、ユンチさんとコラボできる日が来るとは思いませんでした。それでは、挨拶も終わったので早速逃走成功してまいりましょう。逃走中を視聴する前にチャンネル登録、高評価、通知ボタンを押してね。はい、ということで、やってまいりました。毎回恒例となっている逃走中です。今回は、ユンチさんとのコラボということで、たくさんの方々に来てもらってます。ユーワさんもきっと喜んでいることでしょう。うぷ主が、一番喜ぶであろうユンチさんとの夢のコラボですね。なんかメンバーである私たちも嬉しいです。うぷ主は、ユンチさんのチャンネルを登録していて、毎回面白いネタを投稿しているユンチさんに、いつか会いたいなと思っていたらしいんだぜ。そしたら最近になってユンチさんとフレンドだという大ちゃんのフレンドのクマさんから、ユンチさんとコラボすればという話を言われてユンチさんとコラボの話を、してくれたらしいです。そしたらユンチさんからの返信で、コラボ OK が出て、大ちゃんとユンチさんがフレンドになりました。その後は、コラボをする日を決めて、ユンチさんから8月14日土曜日の午前11時ならできますと言われ、今、この場でコラボ撮影をしているわけです。僕のフレンドの中にも何名かユンチさんとフレンドだという人は、いるみたいです。僕もその中の一人になれて嬉しい限りです。ということで、毎回恒例で撮影や生配信をしている逃走中ですが、もうすぐ逃走中を始めてから一年が経とうとしています。逃走中を1年間もやるってすごいことなのかわかりませんが、1年間も同じゲームを生配信とか撮影するのは、初めてのことです。ということで、ユンチさんのチャンネルは、下の概要欄から登録しに行けますので登録しに行ってあげてくださいね。逃走開始するまで早送りでどうぞ。ハンター放出。さあ、今回も逃げ切ってまいりましょう。早くね。ちょっと待って、ユンチさん放置してた説あるぞこれ。まさかコラボ相手のユンチさんが最初に捕まる人だなんて、なんとか復活チャレンジでユンチさんを復活させなければ。また誰か捕まったな。
Thank you.
終了しました。今回生き残ったのは、ハマさんと僕ですね。復活チャレンジがなかったため、ユンチさんを復活させることはできませんでしたが、無事に逃走成功しました。ということで、終わりの挨拶いきましょう。終わりの挨拶の前にチャンネル登録、高評価ボタン、そして通知ボタンを忘れずに。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。今回はユンチゲームチャンネルのユンチさんとのコラボということで、僕が夢だったユンチさんとのコラボを実現させてくださったクマさんには感謝しかありません。また機会があればユンチさんとコラボすると思います。その時はまたお集まりください。ユンチさんのチャンネルリンクは下の概要欄から登録しに行けますので、ぜひ本人のために登録しに行ってあげてください。そしてユンチさんに会うためにアストさんやカービィさんも来てくれていました。そのお二方のチャンネルリンクも下の概要欄に貼っておきます。そしてウプ主が持ってるダシゼチャンネルと東関鉄道チャンネルも下の概要欄に貼っておきます。この5つのチャンネルを登録していただけると嬉しいです。今回はユンチさんとの夢のコラボ動画ということで、プレミアム公開として投稿させてもらいました。多分撮影した日にプレミアムとして投稿されてると思います。ユンチさん、またぜひコラボよろしくお願いします。そして今回はありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。